こんにちは、葉月です。今回は高知県出身の植物学者牧野富太郎博士の驚くべき素顔に迫ってみました。 NHK 朝ドラ爛漫のモデルとなっている牧野富太郎博士がありえないほど莫大な借金で貧困生活をしていたってご存知ですか？なんでそんな大きな借金をすることになったのか、その返済をどうしたのか、そんな状態でありながら偉業を成し遂げることができた裏側を探ってみました。驚くべき生涯を紐解いていきますので、ぜひ最後までご覧になってください。それでは牧野富太郎博士の波乱万丈の生涯を年譜で見ていきましょう。牧野博士は文久2年1862年4月24日現在の高知県高岡郡佐川町で酒造と小物屋を営む商家岸屋の6代目の一人息子として生まれました。幼名を清太郎と言います。慶応元年1865年満3歳の時に父親が病気のために亡くなり、さらにその2年後満5歳の時に母親クスも亡くなります。その翌年には祖父が亡くなり、よくないことが続いたので祖母の奈美子は富太郎と改名し祖母に育てられました。祖母の奈美子は5歳だったので富太郎とは血縁はありませんでした。富太郎の母の妹も幼い娘奈緒を残して亡くなっており、奈緒も奈美子に引き取られて富太郎と兄妹のようにして育てられました。奈緒は富太郎より3歳下の女の子でいとこになります。明治になり商人も学問をすべきだという世の中になってきた時代でしたから、富太郎も明治5年1872年10歳の頃から土井健吾の寺子屋で習字を学ぶようになります。また明治6年1873年11歳で名教館に入門し、伊藤蘭林から漢学や西洋の諸学科を学びます。明治7年12歳の時に小学校ができ、名教館は廃止されたため佐川小学校へ入学しました。ですが名教館で高等な学問を学んできた富太郎は小学校の授業に飽き足らず、2年ほどで自主退学してしまいます。祖母は退学することを咎めることもなく、植物学を学びたいという富太郎の自由にさせてくれました。子供の頃から人とは違うものを持っていたようですね。富太郎は近郷の野山で植物を採集して持ち帰っては書物で調べて植物の名前を覚えていきます。この頃高知県師範学校ができたので、心躍らせ見学に行くも、この学校の授業もすでに習っていることばかりで落胆し、師範学校にも上がりませんでした。そんな富太郎でしたが、明治10年1877年15歳の頃、佐川小学校の教員になってくれと言われ、月給3円で臨時教員になりました。小学校中退の身で教師になるなんて今では考えられないことですが、当時は国民改革の政府の方針で生徒が増えたものの、全国的に教員が不足していた時代でした。校長が地元で誰かおらんかと探していたところ、岸屋の富さんがよかろうと推挙されたようです。教員をしながらも独学で植物学を学び続けていました。子供に教えるのは性に合っていたのですが、明治12年17歳になった富太郎は、学問をするには田舎にいたのではいかんと思い、佐川小学校の臨時教員を辞めて高知市へ出かけ、広田正夫の御小学舎に入塾しました。ですが入塾したもののあまり授業は聞きに行かず、植物、地理、天文の本を読んで独学で勉強していました。明治13年18歳の頃、高知中学校教諭として丹後から赴任してきた長沼光一郎と出会い、欧米の植物学の影響を受けることになります。長沼先生は欧米の植物学本を訳して富太郎に見せ、書物の知識を授けてくれたのです。またこの頃に小野蘭山の重帝本草項目啓蒙を手に入れ、開けても暮れてもこの本を繰り返し見て植物の名前を覚えました。独学で学んでいた富太郎は
植物の本だけにとどまらず、他の本もいろいろと読んでいるうちにもっと書物が買いたくなり、また顕微鏡というものも欲しくなり、東京へ旅行することを思い立ちます。明治14年4月、19歳になった富太郎はその時開催されていた勧業博覧会の見物も兼ねて上京しました。この時農商務省博物局に田中義雄、小野元義らを訪ね、また日光などで植物採集し帰郷しました。小野元義は重帝本草綱目啓蒙の著者、小野蘭山のひ孫になります。明治15年から16年頃の富太郎は、小野元義や理学博士の伊藤圭介に植物の質問の手紙を出すなどしながら、郷里で植物学を独学し、高知県西南部で植物採集をしたり、標品を作ったり、植物図を描いたりして暮らしていました。そしてこの頃に富太郎はいとこの直と結婚します。直との結婚は岸屋の家を血縁者に継がせて守るため、祖母奈美子の願いであり、祖母の言うままに直と結婚したのです。ですが、祝言は挙げたものの、子供の時から一緒に暮らしたいとこを今更妻とも思えなかったのか、自叙伝にも直と結婚したことは一切触れられていませんでした。その一方で直は岸屋を守りながら、自由奔放な富太郎を懸命に支えていきます。明治17年、満22歳の頃、学問をするためには佐川の山奥にいたのではいけんと思うようになり、二人の連れとともに東京へ出て下宿を借りて暮らすようになります。下宿の部屋は採集した植物や新聞紙、泥などで散らかり放題だったので、牧野の部屋は狸の巣のようだと言われていました。学校へ入ることはせずにいるうちに、東京大学理学部植物学教室を訪ねる機会が訪れ、矢田部教授と松村仁蔵助教授に出会います。四国の山奥から出てきた植物に熱心な青年を歓迎してくれて、教室の出入りが許可されました。されど東京に定住するわけでもなく、東京暮らしに飽きたら佐川へ帰り、佐川の暮らしが退屈になったら東京へ出てくるという具合で、佐川と東京の暮らしを1年ごとくらいにやっておりまして、明治18年頃は郷里の高知県西南部など近郷で植物採集を行っていました。この頃には岸屋は駒物屋を辞め、造り酒屋も他人に貸して利の一部を受け取っており、商いをしなくても成り立っていました。岸屋の切り盛りは直と番頭の和之助に任せて、富太郎は植物採集、標品作り、植物の描画、読書と写本に明け暮れておりました。明治19年4月半ば、3度目の上京を果たし、東京近郊で植物採集を行いながら、植物学教室の学生市川円次郎、染谷徳五郎の2人と仲良くなり、3人で植物学の本を出す話が持ち上がります。市川円次郎は朝ドラ爛漫で藤丸、染谷徳五郎は波多野のモデルではないかと思われます。出版となれば印刷をどうするかという話になり、画工の渡辺の紹介で太田石版店で石版印刷技術を習うようになります。富太郎が初めて描いた石版画は笹百合でした。当時東京に住む考えがなかった富太郎は、郷里で出版しようと考えていたので、石版印刷機を1台購入して郷里へ送りました。石版印刷機代の支払いはもちろん岸屋で、坊ちゃん育ちの富太郎の金遣いは尋常じゃなかったのです。植物学雑誌は東京植物学会の機関誌として刊行される運びとなり、明治20年1887年には念願の植物学雑誌が創刊されます。富太郎は自筆の植物画を自らの手で石版印刷にかけ、その正確さに植物学科の面々に感心されました。話変わって、太田石版店の大将に連れられて芸妓屋町の花の屋へ行った富太郎は、裏庭で後に2人目の妻となる聖子と出会います。聖子は花の屋の娘で、この時はまだ13、4歳の少女でした。明治20年2月半ば、
祖母のナミコが卒中で倒れたとの知らせで帰郷しますが、ナミコは2月末に亡くなります。帰郷直前に矢田部教授から学歴を取ることを勧められますが、学歴を取るために費やす時間はないと断りました。大学の人間でないというだけで業績を真っ当に評価されないと悟った富太郎は、自分一人で日本の植物のフローラを明らかにする日本植物史の書物を出して世に問おうと決意します。学歴なんぞにとらわれたくない富太郎でしたが、小学校中退の学歴がゆえに処遇されず、生活苦に追われることになります。この年、富太郎は丸葉万年草の標品を同定してもらうため、ロシアのマキシモヴィッチ氏に送っていました。明治21年1月末に4度目の上京をしますが、10ヶ月間ほど郷里に帰っている間に、下宿の部屋に虫が湧いたと大家さんに抗議され、中6番町から3番町に下宿を変わります。3番町は太田石板店の大将に連れられていった、花の屋があった町でしたが、花の屋があった場所は菓子屋になっており、16歳になった末子と再会します。魅力的な女性に成長した末子に、富太郎が一目惚れしたのは言うまでもありません。末子も富太郎に再会したいと願っていたようで、男女の関係になり、やがて末子が妊娠し、東京根岸で所帯を持つことになります。ですが、郷里の佐川には妻の直がいるわけで、末子は妾という立場でした。当時は妾を囲うことは珍しいことではなく、郷里へ帰り、妻の直に東京で末子と所帯を持つこと、子ができることを報告して了解を得ているんです。また、富太郎は岸屋の当主ですから、東京での生活費は岸屋からの仕送りで賄うのを当たり前のこととしていました。もちろん仕送りの手配をしていたのは本妻である直でした。世が今なら直さんは富太郎から慰謝料を存分にもらって離婚ってことになっていたでしょうね。祖母が決めた結婚だったし、兄妹のように育った二人には互いに夫婦意識はなく、岸屋のための結婚と割り切っていたのかもしれないですね。末子は明治21年10月に長女園子を出産しました。植物学の方では、この年の11月に日本植物史図編の刊行を始めており、東京大学植物学教室の松村仁蔵助教授に絶賛されます。日本植物史図編の版下画はすべて自分で書き、出版にかかった費用はすべて自費でした。また、前年マキシモヴィッチ氏に送っていた丸葉万年草が新種と認められるなど、順風満帆にことが運んでいました。明治22年、27歳の頃には、植物学雑誌第3巻第23号に、大久保三郎と共同研究していた植物に、日本で初めて新種ヤマトグサと学名をつけて発表します。また、この年には、佐川理学会も発足しており、自分が学んで得た知識を誰にでも惜しみなく教えるのが好きだった富太郎は、人付き合いが良く仲間に恵まれていたようですね。郷里の横倉山でコオロギランを発見し、マキシモヴィッチ氏に標品に図を添えて送り、称賛されるなど、国外でも認められる植物学者へとなっていました。明治23年、28歳の時には、現在の東京都江戸川区で日本で初めてムジナモを発見しています。しかし、矢田部教授から植物学教室への出入りを禁止され、ムジナモの研究を大学ですることができなくなってしまいました。困惑していた富太郎は、植物学教室で親交のあった池野誠一郎の尽力で、農科大学の研究室でムジナモの研究を続けることができました。矢田部教授の処置にはひどく失望してしまい、マキシモヴィッチを頼り、年明けを決意します。渡航費用は岸屋頼み、末子や娘の園子のことは二の次で、富太郎の頭にあるのは植物学のことだけだったようです。ですが、その望みも明治24年にマキシモヴィッチの死去により、ロシア行きを断念することになります。そんなこんなで植物学教室へ出入りできなくなった牧野は、
農科大学の研究室で研究を続けながら、矢田部教授に対抗して日本植物誌図編を第1巻11週まで自費出版しました。その出版費用はもちろん、生活費、書籍費、植物採集の旅行費などすべて郷里の岸屋で賄っていました。そんな経済状態が長続きするはずはなく、とうとう明治24年の暮れには、財産整理のために帰郷するようにと奈緒から連絡が入り、郷里へ帰ります。岸屋は財産どころか、富太郎のためにお金を工面し続けたせいで、借金でどうにもならない状態にまでなっていました。岸屋を売却して負債の整理をするしかなくなっていたのです。岸屋の売却先は簡単には見つからず、財産整理ができるまでに1年ほどかかり、富太郎は1年以上も郷里に留まることになります。その間に末子は東京で次女を出産していました。財産整理のために帰郷したはずでしたが、それは奈緒と番頭の和之助に任せて、高知県下で植物採集に出かけたり、高知で西洋音楽の普及活動をしたり、相変わらず自由奔放に過ごしていました。岸屋が破綻寸前だというのに、金銭感覚は変わらぬまま散財していたのです。明治25年秋頃に岸屋の買い手が決まり、負債を残さず財産整理ができます。そして富太郎は奈緒と離縁することを決め、奈緒と和之助を夫婦にさせました。奈緒は富太郎より3歳下で27歳、和之助は26歳でした。奈緒と和之助は家財整理後、静岡へ移ったようですが、本妻と妾の関係でありながら、その後も奈緒と末子は親しく交流を続けていました。財産整理が一段落した翌年、明治26年1月、東京の末子からその子が病気で思わしくないと連絡が入り、急ぎ東京へ帰りますが、長女その子は亡くなってしまいました。富太郎が郷里に帰っている間に、大学では矢田部教授の罷免事件が起こっていまして、矢田部教授は大学を去り、助教授だった松村仁三氏が教授になっていました。そして明治26年9月11日、31歳になった富太郎は、松村仁三教授の計らいで帝国大学理科大学植物学科の助手として正式に大学の職員になりました。月給は15円でした。明治30年頃、小学校の教員やおまわりさんの初任給は月に8円から9円ぐらいだったそうなので、月給15円は悪くないですよね。帝国大学とは東京大学のことで、明治19年の帝国大学令によりそう呼称されるようになりました。その後明治30年には東京帝国大学と改称されます。晴れて大学の職員となった富太郎は、出張命令で京都府、愛知県、岐阜県、滋賀県、高知県など各地へ植物採集に出かけるようになります。職務で全国各地に植物採集に行けるのですから、富太郎にとっては願ってもないことですね。岸屋の後ろ盾をなくすも、月給15円の職に就くことができたので、生活が安定するかと思いきや、富太郎は100円を50円のように使うやつだと言われるほど金銭感覚がなく、生活費にも困るほどの貧困生活でした。月末に家賃の工面ができずに夜逃げすることもたびたびで、転々と引っ越しをしていたのです。知人に借金したり、めぼしいものを質屋に入れて金子の工面をしたり、それも続かなくなると高利貸しから借りるようになります。借金を返すために借金したりと、いわゆる多重債務者になっていました。なんと岸屋を畳んで東京に定住してから3年ほどで、明治29年頃には借金は2000円ほどに膨らんでいたんです。月給15円の時代に2000円の借金、尋常じゃないですよね。今のお金にすると2、3000万円くらいになります。お金の工面をしていたのは妻の末子でしたが、よくここまで借金できたものだと感心してしまいます。そんな秋野家の窮状を耳にした放火の土方康教授が、同郷のよしみもあって動いてくれて、大学の浜尾新総長に給料を上げてはどうかと進言してくれました。
そこで大学刊行の大日本植物誌の編集と執筆を拝命されることになります。土方教授は同郷の宮内大臣田中光昭公や土佐出身の三菱の本家岩崎家にも働きかけてくれて、岩崎家が牧野家の借金2000円を整理してくれたのです。芸は妙助けと申しますか、日本の学問向上のため牧野富太郎の逸脱した能力を借金などで漏らせてはならぬと周囲の人が動いてくれたのでしょうが、それだけではなかったように思います。牧野富太郎という人物が人を引きつける不思議な魅力を持っていたように感じるのは私だけでしょうか。ただ直属の上司である植物学教室の松村仁蔵教授は一向に富太郎の給料を上げようとせず15円のままでした。明治27年には長男、明治31年には三女が生まれ、公私ともに順風満帆かと思いきや、坊ちゃん育ちで金銭感覚が尋常ではないところは変わらず、月給15円では賄えず、借金で工面する生活でした。工面するのは末子の役で、夏に火鉢や布団を質入れして、冬に受け出すようなこともしておりました。明治29年には日本領土になった台湾へ植物採集のため出張命令が出ますが、大学から出る旅費だけでは足りず、末子は食べるものも食べず倹約して補っていたのです。富太郎は俸給が上がらぬなら自力で何とかせねばと新たな出版をすることにしました。そして明治32年37歳の時に新鮮日本植物図説の刊行を始めます。刊行すれば必ず売れるはずだから家計も楽になるとの目算でしたが、これが売れず逆に借金が増えてしまったのです。大学発行の大日本植物誌も富太郎は任されており、明治33年2月には第1巻第1集が刊行しました。ところが植物学教室の松村仁蔵教授は富太郎がどんどん発表するのが気に食わないらしく、好意を示されなくなったばかりか何かにつけて敵意を示すようになってきました。松村教授との関係がこんなだから俸給は15円のまま上がることもなく、子供も増えて家計のやりくりが大変な時に富太郎は給料全額を書籍に費やすことも常々で、当然のように借金が増えていったのです。差し押さえを受けたこともあるほどの借金で、借金取りが押しかけてくることも日常茶飯事でしたが、その対応は妻の末子が一手に引き受けていました。年代が前後しますが、牧野夫婦は子沢山でして、成長の途中で7人が病死してしまったのですが、明治21年から大正元年までの間に末子は13人の子供を産みました。貧困生活の中、子沢山の上に植物の標品やたくさんの書物の置き場が必要で、給料に見合わぬ大きな家に住んでおり、家賃が払えず追い出され頻繁に引っ越ししていました。明治33年には農事試験場嘱託になり、明治40年には東京帝室博物館嘱託となるなど、大学の助手以外からも俸給を得られるようになりますが、それでもお金は足りなかったようです。30代頃の富太郎は研究に明け暮れ、怒涛のように研究成果の発表を行っていましたから、資金もかなり費やしていたことでしょう。明治34年39歳の時には、日本花盆笹生植物図譜や日本志田植物図譜の刊行も始めました。40代後半には滋賀県、岡山県、鳥取県、福岡県の各地で植物採集会の指導をしたり、横浜植物会が創立され指導にあたるなど精力的に活動しておりました。しかし松村仁蔵教授との関係は悪化したままで、明治43年48歳の時についに東京帝国大学理科大学助手の休職を命じられました。ですが牧野がいなくなると教室が困るとの声が上がり、同大学の植物調査嘱託となります。松村仁蔵教授は何としても富太郎を秘職させたかったようですが、定年制のため自分の方が先に大学を去ることになります。
明治44年49歳の時には千葉県立園芸専門学校嘱託となり3年間勤めます。同年東京植物同好会が創立され会長となっています。明治45年50歳の時には東京帝国大学理科大学講師となり大学に復帰することができました。大学講師の月俸は30円でした。大学講師をしながらも岡山県、広島県、高知県、神奈川県、鹿児島県などの各地で植物採集会の指導も精力的に行っており、大正2年51歳の時には来日中のドイツの植物学者エングラーと日光で植物採集を行うなど世界の植物学者として活動していました。私生活では大正2年頃次女の佳代が結婚しますが、結婚式には元妻の直と和之助夫婦も列席しました。良い関係が続いていたようですね。大正5年には三女の鶴代も結婚しますが、この年には四男の勝代が13歳で病死してしまう不幸にも見舞われました。大学講師の他にも複数の嘱託勤務をしていた富太郎の俸給は多い方だったのですが、その俸給を超えてお金を使ってしまう生活は変わっていませんでした。そしてついにどうにもならないまでの莫大な借金に膨らんでしまったのです。積もり積もった借金は3万円にもなっていました。3万円を今の貨幣価値に置き換えると2億から3億円に相当する額なんです。子沢山で生活費も入りようだったとはいえ、末子は決して贅沢をせずつなしい生活をしていたので、莫大な借金の根源は研究費や出版費用、書籍購入費、植物採集旅費などに使い放題だったことのようです。なんとかなるろうとやり過ごしてきた富太郎もここまで膨らむとさすがに絶体絶命と認識したようです。かくなる上はこの窮状をしのぐために植物の標品を西洋に売ることを覚悟しました。ところがこれを知った農学士の渡辺忠吾氏が富太郎の窮状を東京朝日新聞に出したところ、大切な学術上の標品を守ろうとする有志が現れたのです。大正5年54歳の時、資産家の池永はじめ氏から援助の申し出があり受けることになります。支援者の池永はじめ氏はまだ京都帝国大学の学生でした。富太郎の借金3万円をすべて整理してくれるという池永はじめ氏の援助は奇特すぎるものでした。植物標品を3万円で買い取り、買い取った標品を富太郎に寄贈するということで、実際には3万円いただくのと同じことになります。それでは申し訳ないということで、池永家所有の神戸市の建物に標品を送り、池永植物研究所を開設することになりました。書籍をはじめ研究のために入りようなものの購入費はすべて池永支払いで、さらにその後の生活費も毎月支援してくれたので、今までになく充実した生活ができるようになります。池永氏との契約で毎月神戸に通い、研究所の開設に向けて標品を整理する約束でしたが、植物採集旅行を優先する富太郎の足は次第に遠のき、標品は一向に整理できないままでした。そうこうするうちに約束が違うということや、神戸滞在中の池永家の別宅での振る舞いのほか、料理屋で芸者をあげて遊んでいたことなどを池永氏に中心する者もいて、池永氏の機嫌を損ねてしまいます。真面目な池永氏からすると、富太郎の行動は奇人変人としか思えなかったようです。思い当たる節がなきにしもあらずの富太郎でしたが、自分の思うところに素直に天真爛漫に行動していただけで、悪びれる様子もありませんでした。そんな中、大正7年56歳の時には池永植物研究所が開設され、末子と共に開所式に出席しました。ですが、開所式後も研究所に来なくなってしまった富太郎に対し、池永氏は標品を京都帝国大学に寄付すると言い出します。何度も話し合いをするも、池永氏とは対立したまま、毎月の支援金も魔導になっていき、生活が苦しくなっていきます。そこで末子は自活するために、待合茶屋を開店しようと計画し、たった3円の資金で大正8年秋には
待合茶屋今村を開店しました。待合茶屋とは貸席業のことで、芸妓との遊興の座敷を提供したり、政治家や事業家などの密談の場や男女の相引きの場としても活用される場所でした。寿恵子は商売に長けていたようで、今村は大繁盛するのですが、大学講師の妻ともあろう者が待合茶屋をするとはけしからんという声が上がり、大学で問題になってしまいます。そのため大正10年秋には店を他人に任せるのですが、おかみが変わると客足も減ってしまい、大正11年5月には今村を閉店しました。池流しとの交渉は決裂したままで、生活支援を受けることが困難になっていましたが、捨てる神あらば拾う神ありで、窮地に立たされた時には不思議と支援者が出てきます。大正11年60歳の時に成蹊高等女学校校長の中村春治氏の支援を受けて、植物図説を刊行することができました。その翌年、大正12年9月1日、関東大震災に見舞われます。牧野家は大火から免れたのですが、寿恵子は大切な標品が火災で焼失しては一大事と、安全な場所への転居を計画します。金銭感覚が破綻している富太郎とは違い、寿恵子は質素な倹約生活をしながら賢く将来計画を立てていました。わずか3円の資金で始めた待合茶屋で得た収益を新居のために蓄えていたのです。そして大正15年、寿恵子の尽力により現在の東京都練馬区東大泉に新居を構えることができ、5月3日に引っ越ししました。寿恵子と所帯を持ってから30回以上引っ越しを繰り返してきましたが、富太郎64歳、寿恵子53歳にして生涯落ち着ける場所に居を構えることができたのです。ですが翌年昭和2年1月17日、寿恵子は体調を崩し倒れてしまいます。寿恵子は少し疲れが出ただけだと言い張って、いつも生活に戻ったのを見て富太郎は安堵します。そしてこの年、富太郎は65歳にしてやっと理学博士の学位を受けました。学位なんぞいらんと言い続けていたのですが、長年の友人である池野誠一郎に邪魔にはならんから取っておけと言われ、論文を提出し、昭和2年4月16日付で学位が授与されました。寿恵子は富太郎の学位取得をとても喜びました。ところが6月になって寿恵子は再度倒れ、悪性腫瘍に侵されていることが判明します。本人には病名はつけず自宅療養していましたが、翌年昭和3年2月23日に寿恵子は享年55歳の若さで永眠しました。富太郎と所帯を持って40年、13人の子を産み6人を育て上げ、牧野家を支えてきた寿恵子は貧乏生活に嫌な顔一つ見せず、一切文句も言わず、古くて継ぎはぎだらけの着物を着ながら家族の面倒を見てきた低粛な妻でした。富太郎が借金まみれの貧困生活の中でも植物学を続けられたのは、寿恵子の献身的な支えがあったからでした。貧乏生活の中で食べるものも食べず、おしゃれの一つもできず、ただただ尽くし続けた低粛な妻であった寿恵子をかわいそうと思う人もいるでしょう。ですが植物学者として世界的に認められた牧野富太郎博士を支えてきた人生に誇りを持っていたのではないかと思います。決してかわいそうでも不幸でもなく、それが寿恵子が選んだ生き方であり、彼女は偉業を成し遂げたのだと思うのです。また寿恵子は富太郎のことを道楽息子を一人余分に抱えているようだと常々言っていたそうですが、それは心の底から愛おしく思っていたからではないでしょうか。そんな寿恵子を富太郎は心底愛しており、いくつになっても少年のように純真な富太郎に愛されていることに幸せを感じていたように思います。富太郎は前年仙台で見つけた新種の笹に寿恵子笹と命名しました。寿恵子亡き後も富太郎は全国各地で植物採集を行ったり、植物採集会で指導したりと精力的に活動しておりました。大学の講師には定年制が適用されないため、助手を拝命されてから47年も勤続しておりましたが、昭和14年77歳の時に東京帝国大学へ辞表を提出し、
講師を辞任しました。私生活では次女のかよと三女の鶴代が2人とも離婚して戻ってきて、鶴代は一家の主婦役をしながら富太郎の塩役のようなこともやってくれるようになります。幼少期に病弱だったことが嘘のように、富太郎は至って健康でしたし、大学を辞めて自由な時間ができたので、なお一層植物学の研究に邁進していました。健康の秘訣は植物採集で野山を歩き回っていたことのようです。昭和16年、79歳の時に長年膠着状態だった池永はじめ氏との関係が進展し、池永植物研究所で保管されていた標品が返還され、さらに華道家の足立町家より標品館の寄付も受けました。戦時中には空爆で標品館の一部が被爆し疎開もしましたが、80歳を超えても野山に植物採集に出向き、植物図鑑などの書籍の刊行を続けていました。昭和24年、87歳の時には大腸カタルで危篤となりますが、奇跡的に回復します。昭和29年、92歳の時に風邪をこじらせ肺炎となり病画し、養生しておりましたが、病状が悪化し、昭和32年1月18日、94歳9ヶ月で永眠しました。幾度となく窮地に陥りながらも、いつもどこからともなく救いの手が差し伸べられて窮状を乗り越えられたのも、牧野富太郎の天分だったのかもしれません。少年のように純粋に、天真爛漫に自分の好きなことを突き詰めて邁進し続ける富太郎には、不思議に人を引きつけ引き寄せ巻き込む魅力があったのでしょうね。小学校中退の学歴でありながら独学で植物学を学び、植物分類学の世界的権威となった牧野富太郎博士は、新種1000種、新編種1500種以上の日本植物を命名し、採集した植物は60万点にも及びます。今回はそんな偉業を成し遂げた牧野富太郎博士の驚くべき素顔に迫ってみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が良かったなと思われましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。